和歌山県立和歌山北高等学校は、北校舎と西校舎が設置されている。北校舎は和歌山県和歌山市志向寺に位置する県立高等学校。西校舎は和歌山県和歌山市西野省に位置する県立高等学校。通称は北高。文書では和北と表記されることもある。1963年に、 旧和歌山工業高等学校等校舎の一部を使用する形で開校。1964年4月に和歌山市志向寺に移転して現在に至る。2012年に旧和歌山西高等学校と統合し、和歌山西高等学校は西校舎、和歌山北高等学校は北校舎となる。県内唯一のスポーツ健康科学科が全国で2番目に設置されており、 和歌山県高等学校体育連盟の事務局が置かれている。北校舎の体育館は多層構造になっていて、1階部分が剣道場、柔道場、2階部分がいわゆる体育館になっている。また、プールにはエアードームが設置されていて天候に左右されることなく利用することができるほか、県内の高校としては珍しく飛び込み用プールも設置されている。2008年に 生徒会執行部より、学校スローガン、シーズ・ザ・フューチャー未来をつかめが発表された。2012年に和歌山北高等学校と、和歌山西高等学校を統合されるとともに、交渉変更され、和歌山北高等学校は和歌山、北高等学校北校舎、旧、和歌山西高校は和歌山、北高等学校西校舎となる。2017年6月には、西校舎に、 第2グラウンドが完成。また、同9月には、50メートル室内温水プール、体操場、八和県道場、トレーニングルーム、分析室を備えた複合施設が完成した。2012年夏季のロンドンオリンピックには5人の選手を選出2016年夏季のリオデジャネイロオリンピックには3人の選手を排出、三口、ともや、西岡志保、田中助則した。 地域、特育、体育三つが相まって人格形成を図り、志を大きく育みます。ありがとうございます。